なんだか燃えてきちゃったわ。あいつら全力でぶっ潰してやりましょう。はい、皆さんこんにちは。それでは今回はね、大詰めになってきましたということで、竜王軍バトルやっていこうと思います。はい、魔物どもめ、これから乗り込もうって時に向こうから仕掛けてくるなんて。だけど少し妙だね。なんだか今までにない大きな力を感じるよ。あんた、そういえばラルエの研究所からマシンパーツが持ち去られたって言ってたね。あいつらまさかそれを使って。って今は考えてる時じゃない。いいかい、とにかく奴らを倒すんだ。サム、魔物どもをぶっ倒す準備はいいね。はい、え、マシンパーツでも攻撃できんのかな。よいしょ、じゃあ早速乗っていきますか。おお、ああ、こう体当たりするとダメなんだ。なんかフレーム軍団は、おお、よいしょ、魔導士倒そう。魔導士、こう魔導士ね、こう逃げるあたりが卑怯ですよね。嫌いだわ、ほんと逃げるなってね。やっぱ控えの剣がいいかな。 OK、 はい、第2フェーズ。お、悪魔の騎士軍団、よいしょ。あ、また魔導士来んの。じゃあちょっと私魔導士倒そうかな。こいつは何気にね、ほっとくと好き勝手やるんで。隊長、うへー、よいしょ、トロルどうしよう。やっぱ大砲の方がいいかな。あ、まだいる。う、よいしょよいしょよいしょ、オッケーオッケー。激突マシーンいけるかな。ドーン、お、いける。おー、ドーン、おー、なんかまだ操作になれんけど、いてててて、やれば、あ、倒した、やったぜ。もう終わり、もう終わりだよね。あー、お疲れ様でした。よかった、薬草3つありがたいです。あー、これでね、ずっと竜王軍バトル続く感じね。わかりました。おう、ムーンさん、強力な魔物たちがたくさん攻めてきましたね。私もメルダさんと一緒にムーンさんを助けします。どうか魔物たちを倒し、マイラとガライアに光を取り戻してください。おお、そうだよね、びっくりだよね。筋肉の方々の勧め通り、しっかりと筋肉をつけておくべきだった。はい、あ、了解ですよ。うん、すごかったですね。なんだか燃えてきちゃったわ。あいつら全力でぶっ潰してやりましょう。なるほど、いや、ほんと心強い、みんな。そんな筋肉でよく戦っており、誠に筋肉が下がる思いだ。まあね、拠点レベルと一緒に筋肉レベルも上がったんです。はい、ガロンくん、すごいよね、最終決戦。おお、はい、ということで、しばらくね、竜王軍バトルが続くので、寝ますか、夜だしね。はい、ちょっとね、ここのエリアはあんまり傷薬とか薬草が手に入らないので、まあ、単に私がね、見つけてないだけかもしれないんですが、ちょっとね、ここぞという時に命の木の実はね、回復薬代わりで使っていこうと思います。さて、今日は早めに寝るぞ。もう竜王軍バトルが連戦になってきたっていうことは、もう
終わりですね。あとはもうバトルして終わりって感じですね。さて、お腹を満たして、さて今日も元気に両軍バトルだ。アメルダちゃんいた。ママなどもは勝負をかけてきてる。アジトごと一気に私たちを潰す気だ。だけど私たちの発明品なら必ずママなどもぶっ倒せる。そうだろう。うん、この辺りあんたが作った超激突マシンも一度使ってみようといいかもね。さあムーン、戦いの準備はいいかい？ OK です、行きましょう。はい、今日このままボス戦もやっちゃう流れかな。うん、来たブリザード軍団。光の剣倒せるのかな。あ、倒せるね、全然倒せる。ほほほほ、ざまー、よし、ほほほほ、ざまー、よいしょ。はい、お前ら、あれ、あと1匹いる？どこだ。ああ、激突マシーン普通に、あー危ない危ない。雑魚敵でも使えるかな。おお、やっぱ大きい敵に使った方がいいかな。こういうちっちゃい敵は普通に倒してた方がいいかもしれないですね。おお、よいしょ、うーっす。オッケー。まだ来るよね。あ、来た、ブリザード。はい。ブリザード軍団は楽勝なんですよね。はい。魔導士がそういえば出てこないな。あと1匹いるんだよね。どこだろう。あ、隊長。うわお、よいしょ、じゃあ使いますか。ドーン、わお、よいしょ。いまいちね、まだ使い方が慣れない。よいしょよいしょ。痛い。やばいやばいやばい、よいしょ、あ、倒した。あー、やば、超ボロボロになった。あー、お疲れ様でした。ちょっと2回目にしてようやく勝てた。強かった。あー、まだ続くんだ、クソ野郎。ちょっとね、この辺全部復旧しようと思いますので少々お待ちくださいませ。はい、では復旧が終わったので、あ、また続きますね、やっていこうと思います。ムーン、どうやらアジトに押し寄せてきている魔物どもを見ると、思っていた通り溶岩魔人と氷岩魔人が完全に手を組んでるみたいだね。こっちもなりふり構ってられないよ。とにかく押し寄せる魔物どもを蹴散らすんだ。どうだいムーン、次の魔物どもをぶっ倒す準備はいいかい？ OK です。
はい、じゃあやっていきましょう。よいしょ。もう本当もう、あ、二連放題が本当もう二連放題わらみたいな感じになってますね。もう本当もう大砲としても使われてないし、どうしようか、撤去しちゃおうかな、二連放題。オッケー、よいしょ。よいしょ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 。ほう、いてててててて、オッケー。あ、まだいたか、お前さん。はい、第2フェーズ。お、メタルハンターか、いてーい。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。オッケー。あう、あう、おお、怖え。痛い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 。よいしょ、おお。よいしょ、おお。オッケー、あとこいつだけ、こいつだけなの、みんな。うわ、怖え。あ、やばいじゃん、もうほとんど死んじゃってるじゃん。よいしょ。だけどな。よいしょ。おう、おう、痛い。よいしょ。した。はあ、おつでした。これで OK だよね。ふう、もうみんながバッタバッタ倒れちゃって申し訳ないな、本当。私がもうちょっと守れればいいんだけど、仲間たちは。はい、セーブしよう。よいしょ。そろそろボス戦かな。ちょっとお話聞きましょうか。いよいよだよ、ムーン。いよいよマイラとガライアを支配する魔物の親玉と対決する時だ。あんたが作った超激突マシンは使いこなせるようになったかい？いや、全くでございます。ちゃんと試運転して敵に攻撃できるようになっておきなよ。さあ、準備ができたら、いよいよ魔物の親玉との決戦だ。ムーン、戦う準備はいいか？いや、よくないです、よくないです。ちょっと練習でもないけど、どう操作すればいいんだろう。こう普通に操作して、こうさ、カメラとさ、こうカメラとこの乗り物の方向をね、操作するのが本当未だになれないっていうか。おほう、おほう。まあどうにかなるかな、どうにかならんかな。行きますか、せっかくね、ここまで来たんだし。あー、なんか、あれ？あ、なんもないか。なんか、くぼんでるように見えた。そんなことないか。さて、じゃあちょっとね、寝ますね。はい、ということで、ついに、ボス戦来ましたね。やっていこうと思います。はい。うん。ふぅ、最強の兵器の出番ですか。頑張ります。あー、緊張する。はい、やるぞ。うわ、周りがち
っと異世界に行く感じがする。はい、よし行きますか。出たな、氷河魔人と氷河魔人。ちょっと無言プレイに、ね、なることが予想されますので、皆様ちょっとどうかご了承ください。お、ちょっと魔法の盾に持ち替えておきましょう。で、よいしょ、いきます。いて、よいしょよいしょよいしょ。これ本当運転慣れんからな。これ、オッケー。よいしょ。こう体当たりすればいいみたいね。お、いた。おう、早い。よいしょ。よし、次氷河魔人。怖い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 。どこに出る？あ、いた！いた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 よ。ぶっ倒してやる！ドーン！いた！いた！おぉ！これいきなりダッシュし始めるから。ほんともうコントロールが、あー、やばい！やばいやばいやばい。よいしょ。オッケー！攻撃食らうんだけど。よいしょ、いたたたた。あ、効かない。あ、いた。いい、あ、そう、オッケー。よいしょ、いた、オッケー。さて、手が来るぞ。わお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 、ほい。いた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 。おお、オッケー。よしよしよしよ。怖い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 。ほう、いた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 。オッケー、よいしょ。あー、やば、くー。あ、でもなんかいい感じだよ、いい感じいい感じいい感じ。ちょっと回復しよう。よいしょ、魔人のしもべたちを倒せね。オッケー、いた。よいしょ、金槌の方がいいかな、剣で戦うより。いた、よし戦う。オッケーオッケーオッケー。いやー、まあ、めっちゃ難しいな、ここ。よいしょ。だって、歩いて、歩いて。めっちゃね、無言でね、プレイしちゃいますね。これはちょっと集中しちゃう。よいしょ。あとは、こっちにもいたよね、一体。あと5匹。OK。これボス戦の音楽がね、またかっこいいから、なんかついついついて聞き入っちゃったりとかね、バトルに集中しながら。ほんとドラクエ素敵だわ。よいしょ。はい、さて、はい、あと1体、あと1体、あと1体。はい、よし、来た来た。さて次は、お、なんだなんだなんだ、お、おお、あ、融合体だ、融合体出たよ。でここからか、マジですか。よいしょ、行くぞ。あ、怖い怖い怖い。ちょっと待って、ちょっとこの辺の雑魚倒していかないと。ほい、よいし
どこにいる、どこにいる。あ、そこにいた。ここね。よいしょ。オッケー。よいしょ。同じとこに出んのかな、これ。危ない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 。できるだけこいつらはね、避けていきたいよね。オッケー。いたた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 。い、いった。よいしょ。よしよしよし、ダッシュ。お、腕がよみがえった。だとマジ、あいたた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 。ほんと操作が慣れない、これ。どこに現れる、どこに現れる。あ、いた、いたぞ。オッケー。よいしょ。あ、タッチか。落ちないように、落ちないように、落ちないように、落ちるのだけは避けたい。あ、やだ、ちょっとやだ、ちょっとここに来て、やだ。あー、いやー、最悪や。ちょっと待って、よいしょ、回復しよう。はい、どこだ、階段どこから登れる。あった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 。あった、やばい、これ復活しちゃうよね。そうだよね。あ、いったあった。はい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 、よいしょ。あ、だよね、よみがえるよね。よいしょ。はい、うそ、よいしょ。やってしまった。せっかくいいとこまで行ったのにな。よし、オッケー。よいしょ。オッケー。よいしょ。あとは顔だけ。敵をね、こう避けながら、避けながら。お、いけ。オッケー。あと1回ぐらいかな。どこに現れる？よいしょ。こっちね。オッケー。よいしょ。よし。で、次はこっち。よし。あー、なんで私こっち通っちゃったんだろう。わー、バカー、マジ。マジバカ。よいしょ。太陽の石、太陽の力が秘められた聖なる石、伝説アイテムですね。あ、もうほんと泣きそう。ほんと難しくて、ほんと怖かった、ここ。あー、お疲れ様でした。ちょっとセーブをさせてくださいな。あー、泣きそう。あー、辛かった。はい、じゃあちょっとみんなのお話聞いてね、ちょっと今回はこれ、ここで終わりにしようと思います。素晴らしい、素晴らしいぞ、ムーン。よくぞ魔物どもを打ち倒したな。しかし姉ごと作り出した発明品で溶岩魔人たちを倒すとは、まさか筋肉の出番がまるでなかったなどとは言うまいな。ムム、そうか、作り出した発明品を持ち上げるために筋肉を使ったのだな。ガーハー、それならばよい。やはり筋肉なくして平和はなかったわけだ。やったー、みんな。まあ、よく溶岩魔人と氷河魔人を倒してくれたわね。あんたってやっぱりすごい。最高よ、最高だわ、ムーン。あら、なんだか物欲しそうな顔してるじゃない。あ、そう、筋肉パフパフして。うふふ、わかってるわよ。約束してた筋肉パフパフのことでしょ。でも焦っちゃダメ。まずはマイラとガライアの空に光を取り戻してちょうだい。はい、コルト君。おー、素晴らしい、魔物の親玉を倒してくれたんですね、ムーンさん。僕は今回の戦いで思い知りました。筋肉というものがいかに大切なものであるかということを。これからは筋肉の方々に教わって、たくましい筋肉を身につけたいと思います。
ムーンさん本当にありがとうございました。はい、あ、コルト君とは話したけど、ガロン君、ガロン君、あー、ゲイラちゃんじゃない。はい、筋肉パフパフはしてほしいです、すごくしてほしいです。ガロン君だよね。おーおーおお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 お。はい、じゃああとはこの子にお話聞きましょう。あー、あれちゃうのよ、私はお話をしたい。そう、シェネリちゃんね、すごい氷河魔人と氷河魔人を倒してくれたんですね。私はここに来て筋肉の大切さを知りました。だけど筋肉のないムーンさんを見てると筋肉よりも大切なものがあるんだって思います。ムーンさん、魔物たちを倒してくれてありがとうございました。なんか感謝の方向が違う気がするけど、はい、じゃあね、アメルダさんにお話聞くのはまたね、次回のパートにしようかなと思います。いや、もうほんともう泣きそうなぐらい、もう涙目になりながらこのボスやってました。超難しかった、ほんと。まあね、でも勝ててよかったですね。じゃあ次回で前ら辺終わりになるのかな。ちょっと温泉の作り方やっぱり知りたいな、はい、知りたいなと思うので、ちょっとね、調べてやってみようかなと思います。はい、それでは、ね、皆様、今回も本当に難しいボス戦でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。